あやとりあやとりは、一本の紐の両端を結んで輪にし、主に両手の指に紐を引っ掛けたり外したりしながら、特定のものの形に見えるようにする伝統的な遊び。地域によって糸取り、千鳥りなど多くの衣装がある。あやとりをする少女と、女性日本には一人で行うあやとりと二人で行うあやとりがあるが、世界には多人数で行うもの、紐を加えたり、 手首や足も使う技など様々なバリエーションがある。あやとりは日本のみではなく、全世界に存在し、子供の遊びとしてではなく呪術師が占いとして行う地域もある。あやとりの時代的交渉について、明確にはなっていない。現在では、あやとりは単一の起源を持つ遊びではなく、各地で自然発生したものと考えられている。また、世界各地で見られた、 文字の発達以前に縄を結んで意志の伝達や記録を行った習慣が関連していた形跡もある。日本では、イハラ・サイカク、諸演大官に、糸取りとして、あやとりの記述がある。あやとりは19世紀末から、文化人類学者の研究対象とされ、現在までに、東アジア、オーストラリア、太平洋諸島、南北アメリカ、アフリカ、ヨーロッパ、西インド諸島、 極北圏等の全世界からあやとりの形が収集記録されている。古代から続く文化であるあやとりの図形を収集、保存、伝承することを目的として、1978年に日本あやとり協会、1993年に世界組織のインターナショナルストリングフィギュア、アソシエーションが結成され、あやとりの普及発展に努めている。トポロジカルにはすべて、 結び目理論のループと相似である。流れ星二人で交互に行うあやとり。普通、対戦形式で行われ、数人がまず両手の間で簡単な型を作ると、次の人間はその型から両手で、いくつかの糸を取り、相手の手から外して、自分の手の中で貼ってみせる。この時形が崩れたりほどけてしまったら負けである。同じ型でも、地域で、名前が異なり、 また、最初の方もかは、山、吊り橋など地域で異なる。ありがとうございます。